はい、こんにちは。2024、明治安田生命 J リーグ開幕戦、早速ね、開幕戦のカードを予想していきたいと思います。まずね、23日、第1試合目ですね。これ本当の開幕戦、広島と浦和レッズ。いや、新しいねスタジアムも気になります。これはね、もう本当フルで見たいと思います。このね、2チームの予想は、ここは広島勝たなきゃダメでしょ。広島2対1、広島勝ちます。はい、勝ちます。ここはね、勝ってもらわないと。でね、これも23日、名古屋グランパスと、鹿島アントラーズ。渋いとこ当ててくるな、これ開幕からね。これはね、引き分けで、はい、引き分けでいきましょう。これはね、仲良く引き分けでいきます。はい、で24日ですね、こっからのカードが、ジュビロ磐田対、ヴィッセル神戸。これね、ジュビロお帰りって感じなんですけど、神戸で初っ端ね、上がってきた J2 からね、上がってきたチームと J1 王者ってことなんで、ここはね、レベルの差をね、しっかり神戸が見せて勝つと思います。はい、で福岡と札幌、これね、注目カードで、上げさせていただくんですけど、これね、福岡がホームで、でも山岸選手がいなくなったと。でもね、福岡ホーム強いですからね。これはね、札幌もね、小柏選手が FC 東京に移籍してるよね。両エースがいなくなったっていうことでね。でもホームは強い。アビスパの勝ちで、アビスパ行きます。はい、でサガン鳥栖対アルビレックス勝つ。小野裕二のゴールでね、2対0、3-0までいったらね、踊ります。ジョラで踊ります、3-0までいったら。はいはい、冗談はさておき、湘南とね、川崎、神奈川ダービーですね。これはね、湘南ね、今年ね、去年ね、降格争いしてましたけど、ダービーね、ほんと結構あれなんだよな、気合入ってね、めちゃくちゃいいゲームするので、引き分けでいきます。ここはい、引き分けで。でセレッソとね、FC 東京。セレッソ大阪とね、FC 東京はね、まあ、セレッソホームなんですけど、 FC 東京ね、硬いんじゃないかなと。これ FC 東京いきます。 FC 東京ね、今年ね、かなり、去年はね、中堅だったのかな、今年はね、上位入ってきそうな気がするな。だって高高弘いるもん。高松木来たらもう中盤さ、何もできないでしょ。借り取られてもそっからね、堤田原です選手でしたっけ、めちゃくちゃドリブル速い選手、上手い選手いて、でディエゴでしょ、でアダイユともいたのかな、強いな。はい、これじゃあ、FC 東京でやらせていただきます。はい、でね、ちょっと待ってください。町田とガンバ大阪。町田ね、これダークホースですよね。黒田監督がね、どんなサッカーをするかっつったらね、もう皆さん、サッカーですよ。やっぱりね、韓国系っていうのかな、フィジカル系、もう無駄を省いたサッカーですね。もう勝ちに徹するサッカーということで、やっぱりね、韓国の選手が多くなりましたね。でもね、期待のガンバ大阪、これ強いよ。ガンバ大阪でいきます。ガンバ大阪、大量得点もね、あるんではないでしょうか。0-3ぐらいの予想です。はい、でね、東京ヴェルディ対、横浜 F マリノス。マリノスじゃないですか、ここは。ヴェルディもね、久々に上がってきて、ほんとお帰りなさいっていうね、チームですけど、ヴェルディね、
またね、強いヴェルディをね、取り戻してほしいですね。はい、まあ、ここはね、でも、マリノスってことでね、J2 ではね、なかなか味わえないね、アンデルソン・ロペス、エウベル、ヤン・マテウス、中盤に木田、もうね、止められないと思います。これはね、マリノス勝利で、マリノスの勝利でいきます。はい。で、最後の試合ですね。柏レイソル対、京都でね、スタジアムがこれはレイソルのホームで行われるということで、これね予想難しいな。京都のね、あの前からあのプレッシングで得点をするっていうね、で最後フィニッシャー、あのパトリックね、切り札いなくなっちゃってるからな。でもレイソルにはホソヤ・マオがいるんですよ。ホソヤ・マオがね、日本代表の選手としてゲームを決めるんじゃないでしょうか。これはね、レイソルでいきたいと思います。はい、こんな感じでね、ざっくりですけど勝敗予想していきました。今年ね、トトビック、ミニトト、ゴール6、このね、もう私ね全部手出してますから。もちろんね、そんなね、何千円ね、何万円もかけてやってるわけじゃないですよ。ちょっとずつね、お小遣いの範囲で、100円でこうね、買って、上手に遊んでます。これね、ぜひ、今の感じでね、こう、丸×丸×でね、引き分けとかね、いろいろつけるところがあるんですけど、ぜひ参考にしていただいて、高額当選あるかもしれないですよ、これ。はい。もう13試合ね、もう全部当てて、何億円でしょ。ありますよ、今年こそ取りますよ。はい、去年はね、最高で8あたりだったりね、マックス10あたりかな、100円で買ってですよ、結構ね当たるんですよ。でもまるっきりね5とか4とかの時もありますけど、10までいければね、もう残り3試合ね、もう俺もサッカー研究していきますんで、今年は取りますよ。はい、僕当ててね、ちょっとね、もうこの 社内抜け出して、プレハブ買って、ね、J リーグのグッズバーッと集めて、ね、時間作って、うん、ものすごいね、もう YouTube にしますから。はい。よろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じでね、ざっくり予想して いったんですけど、これね、毎週ね、ちょっと予想していきたいと思います。はい。で、トトのね、買い目だったりも、少しずつ発表していきたいなと思います。はい。こんな感じですね。なんか皆さんのね、注目カードあったりだとか、まあね、負けチーム選ばさせていただいたサポーターの皆さんね、ちょっとね、なんだよこいつと思わずに、お前がそう行くんだったらじゃあ俺たち頑張るよみたいな感じで、ちょっとね、温かい目でね、見ていただければと思います。はい。まあね、あくまで予想なんで、はい。もう全然ね、違った展開になったらね、もうね、俺がバカだったってことで、はい、もう本当でもね楽しいですよね。はい、楽しみなカードがねもういっぱいあります。はい、でそんなこんなでね、この動画終わっていきたいと思います。アディオス。